インフォバーは、山陽マルチメディア鳥取が設計、生産した、au ブランドを展開する KDDI、沖縄セルラー電話の CDMA1X 対応、3G 携帯電話である。端末型番は A5307ST。インフォバーは、au デザインプロジェクトの第一弾の端末である。ベースモデルは、山陽マルチメディア鳥取の A5306ST であり。 性能面での差はサブディスプレイの有無以外はほとんど見られない。2002年5月17日から19日に開催されたビジネスショー2 0 0 2に東京に参考出品されたプロトモデルインフォバーがデザインのベースとなっている。プロダクトデザイナーである深澤直人がデザインしたソフトウェアも端末デザインをイメージした統一感のあるものとなっている。筐体は マグネシウム製のストレート式。外部メモリーは、非対応カメラは31万画素 CCD。カラーバリエーションは2越、西木鯉、市松、ビルディングの3色。2004年4月より、アンリンが新色として発売された。このカラーネーミングは、開発時に、技術者が自然に呼び始めた名称をそのまま利用したものとなっている。インフォバーの反響は、非常に大きく、 発売日以降売り切れの店舗が続出した。なおこの機種は鳥取産用電気製端末としては最後となる型番の末尾の記号が ST のモデルであり以降の鳥取産用電気製端末は大阪の産用電気製端末と同じく型番の末尾の記号は SA となっている。2003年度グッドデザイン賞選定2005年にはドイツイフデザイン賞の イフプロダクトデザイン賞を受賞。2007年にはアメリカニューヨーク近代美術館に2013年には同国のインディアナポリス美術館にそれぞれ収蔵品として同機種が選定された。2007年12月1日にはデザインコンセプトを引き継ぎつつ最新技術を盛り込んだ新モデルとしてインフォバーにが発売された。詳細は該当項目を参照されたい。 以降も、同プロジェクトや飯田でのコンセプトモデルとして、スーパーインフォバー、インフォバースーパー、インフォバーん、インフォバー PAD が出展されている。スマートフォン型のモデルも発売された。2018年11月には、原点であるストレート型をモチーフにした、インフォバー XV が発売された。ありがとうございます。